はい、マドカマギカの10話ですね。はい、マドカマギカの10話についてお話ししたいと思います。はい、でまずね、10話の冒頭ではホムラがですね、メガネの三つ編みで、もじもじしてる転入生として、登場しますね。でまあ引っ込み思案な少女なんですね。ですから今まで見てきたホムラとは性格外見とも変わってると、違ってるということですね。まあ何の説明もなくね、これなんですね。一瞬ですね、まあパラレルワールドかなとそういうふうに思いますけども、まあよく見ていくとですね、このホムラちゃんは勉強スポーツまるでダメなんですね。うん、我々が10話まで見てきた、クールビューティーのホムラちゃんとは違うと。でまあ帰り道にですね、ホムラが魔女に襲われるところをですね、魔法少女になったマドカとマミさんに、救われると。いやー、ここはね驚きましたね。私はねもうとね声を上げて驚きましたけども、マドカはね、まあマミさんが生きてるっていうのもありますけども、マドカがすでに契約してるんですね。はい、まあここら辺驚きましたね。そして、マミさんが選べワルプルギスの夜に立ち向かうマドカなんですけども、マドカもやられるんですね。はい、でホムラがこの号泣してる泣いてるところにですね、キューベイが現れて、契約しようと、ホムラとキューベイとの間の勧誘があるわけですね。はい、でまあ、時間をですね、戻してマドカとの出会いをねやり直すんだとホムラは決意するわけです。でこの回ではですね、セーラー服をモチーフにした、敵が出てきますね。使い魔というか魔女というか。でこのね敵がですね、洗濯物のような白いセーラー服、これがね青い空に、干してある、そういうねまあ結界のようなものの中で戦うんですね。これはねやはりセーラー服の爽やかなイメージ、あるいはイノセントなイメージ、こういうものをね表現していると思うんですけども、この敵をですね、まあこの股の間に、足の間にですね爆弾を投げ込んで、破壊するというね、まあ倒し方をするんですね。ここはねいやー面白かったですね。まあこのね敵を破壊したのが魔法少女なので、セーラー服を着る立場のね人間が自らこのね、爽やかなイメージをねぶっ壊すんですね。この面白さですよね。ここはねうなりましたね。はい、そしてね、まあ時間を巻き戻すということで、数回のループをね、得てホムラはですね、まあ、キューベイのね、まあ、魂胆ですね。キューベイの魂胆をみんなにね、伝えたいんですね。まあ、まあ、みんなでね、協力をしたいんですけども、あるループの回ではですね、魔女になったサヤカをね、倒すことに成功するんですが、マミがね暴走して魔法少女同士の、倒し合いになる、つまり同士打ちになってしまったりとか、味方同士で打ち合いをしてしまうという、そういう風なことになってしまうわけですね。まあギャングのねギャング映画のような、そういった展開になってしまいます。はい、でね、ホムラはですね、何度でも過去に戻ってやり直せる能力があるんですね。ここで思い出したら、私はね、映画のね、バタフライエフェクトっていうね、映画があるんですけども、
このバタフライエフェクトではですね、主人公は日記を読むとですね、その時にジャンプして、その当時にジャンプして、またそこから再開できると、つまり過去のね、あの分岐点を選べるんですね。あの時こうしてればというね、そういう行動を選ぶことができるという話なんですね。しかしこのね、バタフライエフェクトでは何度過去に戻ってやり直しても、やはりバッドエンドなんですね。自分の大切な人が死ぬ、あるいはひどい状況になる、あるいは自分自身がひどい状況になって、未来に、未来でひどい状況になっている、こういうバッドエンドを迎えてしまうというね、そういったお話だと思うんですけども、いやー、バタフライエフェクトではね、この過去にジャンプするときにある程度ハードルが高いんですけども、ホムラの場合は自分でこうコントロールできるわけですね。ですから日本のね、時をかける少女と、まあの方が近いのかなと思います。はい、そして何度もループしてですね、ホムラは自分で全てを引き受けるんだと、自分でホムラは全てを引き受けてマドカを守るんだと、そういうね、決意をしますね。自分で全てを引き受けるということは、マミさんたちと他の魔法少女と協力しないという、そういう決意でもあるんですね。この目的を明確にするんですね。はい、でね、このなぜね、ホムラが、全部自分一人で引き受けてマドカを守ろうとするのかですね。これね、理由は明確にはなってませんけども、私がね、こうじゃないかなと思うのはですね、まず一つ目は、魔法少女全員で協力する、まあ、協力プレイだとですね、同士打ちのような形になってしまうんですね。はい、そういうシナリオがたくさんあるんでしょうね。ですので全員は救えないんだとね、まあ、協力プレイで全員を救おうとしてもですね、全員は救えないと。はい、それからですね、まあ、ホムラはループしてますから経験値が溜まってるんですね。溜まっていくんですね、戦闘の経験値が。ということで、だんだんホムラ自身が魔女退治の実力が上がってきてですね、まあ、協力しなくても一人でも魔女退治ができそうだと、そのように、考えてるんでしょうね。はい、それからですね、まあ、ループして何度もね、似たようなシナリオを繰り返すことによってホムラはね、分かってしまうんですね。何を分かってしまうかというと、どのシナリオでも自分を含め全員を救うことはできないんだと。誰かがね、やられてしまったりとか、ということでホムラはね、守る対象を絞るんですね。マドカのみ、救うんだと、そういうね、選択をするんですね、ホムラは。ホムラがね、このマドカに対して、とても強いこだわりを見せるのはね、まあ、たった一人の友達だからという理由はありますけども、ちょっと弱すぎる理由かなと思いますね。まだまだ他にね、理由がありそうです。はい、そしてね、マドカは契約してワルプルギスの夜を一撃で倒すことになりますね。そうするとマドカは魔女になってしまうということですね。キューベイはね、そこで、まあ、結末は同じだと、どのようなシナリオを通っていっても、要するにマドカは魔女になってしまうんだと、マドカを救うことはできないんだと、そういうふうなことを言ってますね。はい、そしてですね、ホムラはですね、また何度もやり直すんだということですね。結末が悪ければまた何度もやり直すんだということですね。キューベは結末は同じであると言っていて、運命は決まっていると考えているんですね、キューベは。ホムラはですね、まあ、バッドエンドなら何回でもやり直すんだと、つまり運命は決まっていない、自分たちを選べるんだと、そのように考えています。ここにですね、キューベとホムラの、まあ、根本的なね、考え方の違いがある、まあ、対立点があるわけですね。
はい。で、まあ、久兵衛はですね、どう考えてるかというと、まあ、感情のね、エネルギーを回収できれば、それでいいんですね。はい。地球上に最悪の魔女が生まれようとも、構わない。ね。マドカがどうなろうとも構わないと。そういうふうに、まあ、考えてるわけですね。はい。で、ここでね、10話のラストですね、まあ、エンディングのね、タイトルロール、エンドロールがあるわけですけども、ここのね、ムービーがね、オープニングのムービーだと思うんですね。いやー、これ面白いですね。エンディングでオープニングのムービーを流すことによって、何が表現できるかというと、ようやくですね、オープニング、つまり1話ですね、第1話の最初にたどり着いたと。つまりこれはですね、第10話は1話の前の話、まあ0話と言ったらいいんでしょうか。そういうね、お話だったんじゃないかなと思います。